AI バーサス怪談プロ野球アキネーター対決一発。フェードロー野球チャンネル。マジ AI バーサス怪談って言ってましたけど。いやー、怪談さんはさ、ちょっとなんかロレツが回ってなかったり、なんか選手名がなんかなかなか出てなかったり。あるじゃん、そういうの。いやいや、うまく編集しといてよ、そこは。いや、楓田さんがちゃんとそのプロ野球選手の知識があるのかどうかっていうのを、いや、もう確かめたい。いや、あるよ。そんな当たり前でしょ。まあ、アキネーターね。うん。僕、ある選手を思い浮かべて、うん、で、アキネーターが、男性ですか、女性ですかとか、うん、ポジションはどこですかみたいなのを聞いてくるから、うん、はい、アキネーターから聞いた質問を僕が答えて、で、楓田さんがそれを聞きながら、分かった視点で、アキネーターより早く分かればいいってこと？アキネーターより早く答えてほしい。あれ余裕でしょ。一応ルールとしては、現役の日本のプロ野球選手 NPB。 ああなるほどね。いや俺はもう何も別に心配してないんだけど、一つだけこのアキネーターの動画に皆さん需要あるのかっていうこの時期に。ね、嘘でしょ。もうやり尽くされてない？いや YouTube 界で大丈夫？今頃マジでもう画面にもうビタつくなと思う。聞いたことないもん、アキネーターなんて。いやいや、 YouTube で絶対ないから。いやいや、結構やられてるよ皆さん。これ特許班とか動いてる。いやだから今日も気合れていこうよ。あ、いやいや、やりますよ。一発目とかで答えていいから。いや、もう、無理だ。まあ、分かればね。ああ、やりますよ、それぐらい。やってこいよ。オーケー。それでは、実際やっていきましょうか。よし。解答権。ああ。一回。え？バンバン答えちゃいけないってこと？いやいや、もうそれ一級入魂よ。一等入魂。一等入魂。一つの答え、入魂。ということで。いい？いや、わかりました、わかりました。まあ、アキネーターも一回か、答えてくるの。そう。だから、このアキネーターが、どのくらいの実力、プロ野球に関して知識持ってるか分かんないから。確かにな。冷静に、楓田さん、答えた方がいいかも。無理せずに。最初は無理せず、じゃあ様子見ながらっていうね。ああ、まあ、あれだろ、頭文字は何ですかとか、最後らへん聞いてくるところで、もうバチコン、かっさらってやるわ。誰うんちく語ってんじゃねえよ。じゃあ、オッケー。決めました。変えないでよ。変えないよ。いきます。おい、いきなりこいつなんだこれ。質問その1。はい。野球に関する話がある。あ、話がある。これ、はいなんかな。いいかな。わからない。野球選手でしょ。はい。はいね。あ、これは答えらんないよ、まだね。野球選手でも確定してんの。早いな、でもそいつ。いいよ。質問してくんの、野球の。おい、これ舐めてんのこい。質問その2。おう。セリーグ所属である。お、早っ。え、待って、こいつ早えな。これ何？野球盤綺麗だ。これなんかやってない？これで何回もやったんじゃないの、野球の。分からんな。いやこれははっきり言ってくれないと。いいえ。お、パリーグの選手っていうことですね。まあ、鋭いね。まあ、いや鋭いわ、分かるわ。質問その3。はい。投手ですか？部分的にかな。え？いいえ。え、部分的にいいえ？え、僕はいいえと答えましたよ。あ、いいえ。あ、じゃあ野手ね。いや、もう部分的にもあり得るからな、今。二刀流。質問その4。はい。パリーグ所属ですか？いや。え、その質問いらんだろう。ちょっとこいつ。こいつ、おい。なんかおちょくな。おちょくってる。おちょくってるよ。うん、じゃねえんだよ。はい。うん、パリーグってさっき出たろ。パリーグの野手なんだよ。質問その5。うん。黄色のチームに関係していますか？うわ、これ、一球団、あのチームですね。黄色？あ、アウェイ力の話してきてる、こいつ。いや。あー、そういうことか。旗の色とかね。はい。いえ。いえ、あ、じゃあ、正直言ってソフトバンクが決めました、これでね。鋭いね。いや、うるせえな、いちいち言われんの、それ。質問その6。はい。こういう質問やめてほしいな。うん。外野手ですか？お、さらにね。ポジション絞りに来てるじゃん。ああ、いや、そういうんだから、そりゃそうだ。あっちも当てに来てんだから。多分そう、部分的にそうだな。お！ユーティリティプレイヤーですね。内外守れる選手っていう、パリーグ5球団で。質問その7。うん。北海道が関係している。いいえ。お！日本ハムも決めました。4球団に絞られた。4球団に絞られましたね。うわぁ！質問その8。大阪府を拠点に活動してる。これも一球団ですからね。
はい。ちょっと待てよ。オリックスの、内外守れるユーティリティ選手ってことだね。はい。もうこれだいぶ絞られたよ。来いよ。答えよ。いや、でも一発でしょ？来いよ。こいつ絶対最後に頭文字聞いてくるからさ。アキネーターそろそろ、あ、なんか。いや、でも内外か。あ、行けますみたいな顔してるんだよ。おじさんが。え、待って、何人かもう、パーンと頭に浮かんでるけど、まあまだちょっと待とうかな。いいの？あのね、キャッチャーと外野を守る選手もいるんですよ、オリックスって。ほうほうほう。だからちょっとそこら辺潰したいね。質問その9。M から始まる。どうだっけ、母親の旧姓とかなんだったかな。ちょっとわからんな。いや、はい。M！ M から始まる？はい。と答えました、私は。いや、これ答えられるかな？待てよ。来るか？ M？ うん。M で内外？ 10、9。 え、やばい、待て待て、そんなのあんの？待て。待て待て待て、M！ いや、もうオリックスでしょ？ 2。 うわ、じゃあ飛ばすわ、ちょっと待て。で、そんなんの？タイムアップ制度みたいな。終了。もう外れましたね。いや、もう、え？待てよ、もう必死。まだ答えてないわ、アキネーター。あ、口笛吹き始めた。アキネーターが。もう次答えるわ。質問その10。ハーフですか？いいえ。うん。え？でもあれ外野に関係してん？外野守れんのかな？俺も一人思い浮かびましたよ。うん。でも外野に関係するんだよね。部分的に。部分的に、まあまあ。守ってることあるかな？え？いや、でもね、いや、一発。4。これはもうね、行かなきゃいけない時ある男は、胸！オリックスの胸！残念！残念！違うよー。胸さん外野もやるっけ？いやいや、俺も、あれ、どこかなって思ったけど。これな、アキネーターに助けられた俺、めっちゃいい質問してくれた、こいつ。まぁ、ちょっと続けよう。あ、アキネーター間違える可能性？あー、まぁ、あるね。そうしたろ、俺。同点じゃん。じゃあ続けようか。お願いします。まあでもこっからでも、アキネタ多分じっくり来ると思う。なんで俺も答えたの分かんない。もう、ま、そんな賢いのこの AI。負けはないから。いや、質問その11。野球部の捕手？はい。あ、来ました。アキネタ、森友也と回答がありましたが。うわ、そうだ。ごめんといや、俺言ってたじゃん、キャッチャーとか外野手。言ってたよ、言ってたよ。言ってたじゃん。だから絶対当てられたと思ったもん。あ、もう森消えたわ、胸が出てきて。いやいや、押し出されたわ。胸さん外野やってたっけ。いや、やってないな。これめっちゃいい質問してくれた。いや、本当はね、野球部の捕手。俺嘘ついてないからね。いや、本当はね、外野も守ったから。いや、守ってるライトね、守ってたからね。野球部の捕手ですかまで待てば、だから俺は勝ちだったんで、ね、もう一球、うん、待てば。だからこれなんとかさんですかって出た後じゃもう遅いね。森友哉さんですかって出た後に答えていいなら、俺絶対負けないけど。森友哉さんですか？あ、森友哉って。何わけわからん。くせえ口で。おっしゃってるの？ガルさん。はい。じゃあ、ダニも行きましょうか。ああ、行きましょう。もうあとないですからね。は？何が？ちょっと待って、本当なんか上手ね、そういう。何が？いや、三本勝負じゃん。聞いてねえよ。こういうのは。いや、聞いてねえよ。まあ、あとないから。あとねえじゃねえかよ。もうこれ負けたら、もうあなたはもう、ダメだよ。5問ぐらいじゃないの？出場停止です。いや、それだったらね、もっと大事に言ったよ、さっき胸なんか言わずに。編集だけしてください。ずっと。知らねえと編集できねえだろ。いや、行きましょう。2問目ですから、2問目な。あ、待って。あとねえから。何カンペ使ってんだよ。あとねえから。ちょっと皆さん。これ、信じがたいんですけど、膝の裏に隠してます。こんなものを。おい、ドッグイヤーとかまでしてるじゃん。いや、してねえよ。これはもう、ここは隠してる。な。まあなしでも勝てるよ。さっきの感じね。無理せずに行けばいいってもんね。オッケー。うん。オッケー。よしよし。あの選手行きましょう。オッケー。質問その1。はい。一軍でヒットを打ったことがありますか？いや、おかしい。その質問その1で。いきなり。AI 勉強しすぎだろ。いや、ほんともう、こいつら野球しかやらねえってバレてるぞ。あ、まあ一軍ね。うん、これはもうはいです。お、一軍あると。
質問その2、はいはい、チームカラーは青い色に関係する。これ何球団かあるんでね、この色とかなんか難しいな、絞ってこうやってする。あ、そうだね、そういうとこあるよな。AI な。いえ、あ、青関係ない。青関係、あ、結構消えたよ。質問その3、はいはい、セリーグ所属である、うん、これで一刀両断していくんだな。あ、そうだね。そうそう、最近の AI は色で絞って、なっ、やっぱな、先にこれやった方がいいと思う。あ、そうだね。はい、え、セリーグ、セリーグでございます。え、ってことは中日と横浜消えましたね。4球団ですね、もう1問目もでも4球団ぐらいまで絞れた。そうだね、早いな。おい、なんかこれやらしいぞ。質問その4、はい、虎に関係がある。1球団な。うん、まあいいえかな。あ、じゃあタイガースも消えました。巨人、広島、ヤクルトですね。質問その5、はい、35歳以上ですか。これだいぶ絞られるよ。やっぱ結構あんまいないからね、35歳以上。生年月日、あ、際どい、どの世代になるんだろうな。坂本勇人が3、でもそのラインだな。35以上かもな。ハンカチ世代だな。うん、まあ、まあさんとかな。あ、そうそうそう。結城斎藤とかな、うん。あれ以上は35歳以上じゃない。だから、88世代。違うかな。いえ、あ、ワーコードですね。ワーコード、わかんないよ。34.9 歳の人。あ、そう、確かにな。いや、でもこんなはっきり言ったんで、多分近い人じゃないですよ。あ、もうあなたのスピードでわかる。気悪いなぁ。そういうゲームだぞ。そういうゲームですよね。なんかものすごい気分悪いわ。なんか心にズカズカと裸足で、臭い水虫で。トランプやりたくない相手。やだよ、35歳じゃないとね。いいえね。はい、質問その6、はい。G という文字に関係がある。あ、これね、僕ね、この質問始める前にね、モンデンさん、僕が巨人で外したらもう、とどめだと思って、巨人の選手してるからなって思ってたんですよ。これ、はいなんじゃない？まあ、はい。よし、やっぱな。女子巨人ですね。質問その7。お、外野手ですか？お、はい。いや、これでは絞れないな、巨人の外野手で若手は多いんですよ。うわー、またこの質問か。甲子園出場したことあるとか来てくれたらいいな。両門来ましたね。お、質問その8、はい、 M から始まる。お、うん、はい、うん、待って、ま、待てよ、もうあの選手だろ、もう待って、アキレーターも来てるぞ、もうマミムメモだよ。5、いや、この後来る可能性あるからな。3、2、巨人、松原！もう少しだ、様子見て。なんそのパターン。何その泳がすパターン。やるなよ。もうすぐこいつも答え出るから。確かにね。質問その9、漢字で書くと3文字ですか？そんな選手？あ、はい。え？はい。うわー、カイダさん惜しかったね。正解は、丸、吉井。あー漢字3文字だな、確かに。惜しかった。え、丸出てた？丸出てなかった。なんて？なんて？なんで？え、もう、一択だと思った？もう松原選手しかもう頭の中なかったわ。俺はもうずっとその、途中で、あ、丸選手で来てたからさ、松原と、引っかからんかなと思ったら引っかかってくれた。丸、35以上じゃないな。34だよ。あんだけ、あ、やばいみたいな、俺があの悩んでるってことは、ハヤト復帰ってバレたなってことは、もう気づかれたかなって思ったけど、あれ、ちょっと、ちょっともう一問、泣きのちょっとお願いできないかな。分かったよ。え、じゃあ特別、お、俺も鬼じゃないからさ、次のクイズ、うん、これ正解したら2ポイントあげるわ。よし、ほら、勝ちはないね。勝ちはないよ。じゃあ、ガイラさん。はい。運命の。はい。最終問題。はい。舐めてんのか。はいだろ。へつらってます。はい。ちょっとね。はい。難易度上げようかな。あ、まあまあ、逆にだからなんか、有名選手すぎて。うん。
そんな人出すんだって俺思ったとこあるからね。森丸って。M 好きだね。M 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 好きだね。たまたま。オーケー、ちょっとね、マニアック路線行かせてもらおうかな。まあ、っていうかまあ、プロ野球にマニアックなしですけどね。わかりました。みんな有名ですから。わかりました、自信あるということですね。ああ、もちろん。最初まで行きましょう。はい。質問その1。うん。野球選手？まあ、もう、ストレートなんだ。こいつら野球のことしか聞かないって。わからない。なんでだよ。はい。はいだろ。野球選手ね。質問その2。うん。先発投手ですか？お、かなり絞ってくるね。いや。あ、先発投手じゃない。質問その3。はい。セリーグ所属である。あ、やっぱこれは早めに切ってるね。はい。あ、セリーグの。まあ、でもまだ全然。さっきの俺らの悪口聞いてるな、多分これ。ああ。この後色とか来るそうだな。お、なんかちょっと変わってる。お。質問その4。うん。外野手ですか？おお、早めだね。多分そう、部分的にそう。出たよ、ユーティリティ。ってことになっちゃう。質問その5。うん。あいつアホから何も学習しない、また虎に関係ありますかこれずるいことしようとしてるな。今、セリーグのユーティリティを。いいえ。阪神消えました。あと先発ピッチャーも消えてるわ。質問その6。あ、それはそうか。移籍経験がありますか？おう。あれ？あれ？あ、際どい。いや、そうだよな。あ、ちょっと自信ないな。これ多分違う、そうでもない。あ、わからないっていいのかな。あ、初めてですね。いや、確か、うん。移籍したかしてないか微妙な選手ってことですね、じゃあ。と思う。うん、ごめん、ちょっとね。どっちかっていうと、多分してないと思う。うん。まあ、わからないとちょっとしましょう。質問その7。はい。引退を発表した？まあ、これはいいえね。ああ、これでね。質問その8。はい。海外でプレーしたことがありますか？これは、どうなんだ。え、どういうことだって。いいえかな。まあ、いいえかな。は？移籍したことないでしょ、だってメジャーとかじゃなくてアマチュア時代に海外があるかもしれない選手。質問その9。うん。漢字で書くと3文字ですか？うわ、好きだなそれ。好きだなこれな。うん。3文字ってたまたまさっき丸が本当だな。3文字だったけど、いいえ。いいえね。あ、ソンジャンホとか言って分かりましたけど、3文字。質問その10。うん。年齢は30代ですか？いいえ。いや、結構絞れてないな。え、ってことは20代ってことだな。40代以上いないもんな。質問その11。はい。チームカラーは青い色に関係する？うんうん。はい。あ、これ中日横浜に絞られたな。のユーティリティで。なるほど、20代ね。質問その12。はい。頭文字が H で始まる。いいえ。ああ、よかったよかった。これはいって言われたら焦るんだよ、まだ。質問その13。うん。横浜ベイスターズ所属？あ、二択を切ってくるね、これで。はい。うわ、ベイスターズの、ユーティリティですね。なるほど。ユーティリティ、ヤシですね。5。海外。4。3。2。1。あ、まあ、まだ送りましょう。スルーか。まだ。大丈夫か？さっき一球見逃しただけで刺されたからな、こいつに。いや、まだ大丈夫です。さすがに。質問その14。うん。新しく加わったメンバーですか？いやー。いや、多分そう、部分的にそう。はルーキー？ユーティリティ？フルネームで7文字以上ですか？ちょっと待って、下の名前。質問その15、はい、フルネームで7文字以上ですか？うん、はい。一人思い浮かんではいるんだけど、まだでも、まだ、でも、もう絞られんのかな、それで。じゃあ、カズさん、うん。俺、リアクションせんわ。うん。とりあえず行ってみ。いや、じゃあ、ルーキーですか、部分的にそうって。うん。いや、ルーキーなら、ハイドなんだよな。だからそこはちょっと光ってるんですけど。俺のその迷ってた感じが。うん。僕が思い浮かべてんのは、うん、今年、横浜に入団した、インディゴからした井上選手です。これ何の時間だよいや、だから俺リアクション。いや、だから。俺は言った通り、リアクションしただけで何も無視というかね。
無になっただけだ。質問その16、はい、ボールを打ちますか。これ今さらアホみたいな。あ、野手ね、打つよ。あ、まだじゃあこいつも絞れてないわ。はい、じゃあまだ大丈夫だ、パスして。質問その17、うん、年齢は25歳以上ですか。あ、多分違うな。あ、やっぱルーキーに近いな。質問その18、海外に住んでる。え、何その、そんな人がいるってこと。いえ、うん、すぐ言えよ。行け。いや、まだこいつも絞りきれてないわ。意味わからんもん。負けるなよ。ああ、負けない負けない。質問その19、頭文字が K で始まる。これ俺も答えたらこいつ答えるかもしんないのか。うん、え、でもこの K で始まるの答えで俺がパチコ言えばドロー。ドローだな、セーフ。ドローだな。はい、剣か。待て、お前待って、俺がはいだよ、嫌なんだよ。さあ、こいつは、アキネーターはどうリアクションしたんでしょうか。5、4、3、2、1。えぇ、待て、かって、かって、次の質問いきまーす。質問その20。帽子に星マークがついている。いや、まだ絞ってない。ケイが結構いる。あ、それはもう、それははいだね。はいだね。はいだね。質問その21。来ない？もうそろそろこいつ来そうよ。口笛吹き始めたよ、また。わかった。来るか？間違いない。もんちゃんのリアクションタイム使う？で、意味ねえんだ、それ。それ意味なかったから。わかった。来る？うん。じゃあ、カエダさん、じゃあ答えよ。横浜 DeNA の、梶原選手です。あー、質問そうね。いやー、すごい。いや、アキネーターのちょっとね。いや、多分これ合ってると思うけどな。背番号は一桁でしたか。いいえ。うん。質問その22、フルネームが8文字以上ある。いいえ。いいえだね、7文字だね。俺の梶原選手だったら。質問その23、大学に行った。え、大学行ったっけ。ちょっと、え、自信ないな。言ってるぜ、おかしい。質問その24、年齢は20代ですか。はい。うん。質問その25、ポジションはセンター。ああ、部分的にそうかな。部分的にそうかな。質問その26、物語で主人公たちの敵だった。なんで急にファンタジーなんや。これやったんじゃない、こいつ見失ったんじゃない。見失ってるぞ、これ勝ちだろ、俺。これ、俺、いいえ、おい、最終問題でそういう、桑原じゃないよな。ああ、呆れた。思い浮かべてるのは楠本選手ですかと。あ、いや、でも新入団か。正解は、はい、勝俣選手でした。勝俣。あれだけいつもさ、好き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 とか言ってんのによ。初めてよ、勝俣で倒れたやつ。俺なんやかんやさ、ちょっとマニアックなとこ行くよって言いながらも、海田さんエッセンスを残して俺は人選したわけよ。なるほどね。あ、打者転向したって意味で新入団で迷う。そうそうそう。そういうことね。支配下になった。ああ、そういうことね。参ったね、これ。ただでもよかったな。あ、外したからね。お互い外したってことは、アキネーターの2勝0敗で勝ちってこと。一番、思ってもなかった結果でしたよ。あなたは2敗です。シンプルに。うわ。いやー、やっぱ出す方、おもろいな。まあ、ぶっちゃけ答える方の知識があるかないかとかで、全然、変わってくると思うんだけど。まあもう、ほぼ正解してましたけどね、俺。いやー、ギリギリ。いやいやいや。まあでも、いい外し方だわ。まあ出す方はこう言うわな。あ、出す方は簡単ですよ、これ皆さんね。勝つまたはい、ということで、今月の企画会は、AI バーです。カイダ、アキネーター対決でございました。このやったらいいんじゃないかなと、はい、こういうのあったらぜひコメントお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。カイダー！なんで？あー！落ちた。あーえいかんはフェドローに輝く。ゴロある。チャンネル登録お願いします。